します。お願いします。先週かの、吹き方は良かったっていうね、あの先週までのところの練習は、やり方は良かったみたいだったので、今週の、ところも先週と全く同じ練習をしてやって、今週になっていればあのだんだん口の感じとか音が出るようになってくると思うので、そこをちょっと確認したいかなというところと、はい、あと、上の歯を引っ掛けるっていうのを、ちょっと、今日の中では少しメインで考えて、よりその吹き方を近づけていかれるようにしたいなと思います。はい、じゃあお願いします。お願いします。あの感じがすごく深いから、うん、もうちょっとだけ、ほんの少し、うん、タバ口で今の雰囲気で吹いてごらん。はい、上の吹き。自分がはあのこうやって当てなきゃいけないとか、あの考えると、すごく顎に負担がいきそうな雰囲気があったので、はい、うん、とりあえず上の歯がちゃんと当たっていて、ある程度の深さまでいかないように、うん、ちょっとこう何だっけ1センチぐらいのところね、はい、うん、まあ、そこの辺をちょっと修正するくらいに思って、噛み合わせを変えるとか、あんまりそういう吹き方そのものを何かどうかするっていうふうに、1週間あんま考えない方がいいんじゃないかなと思いました、はい、で、同じ音が出てきたりとかした時もタイミングの時にタッタッっていうふうに意識しない で、ここずっと枯れないまま、うん、でも口のまんまね、はい、イメージできるといいと思います、はい、で、次回はその歌った歌を譜面にしてくるっていうことでの楽器の扱いっていうことで、高い音はあまり吹かないようにしてください、はい、で、オレンジの本の、33ページまでのところで自分が音出しがイメージできるような感じ、あ と、この楽譜を置いていくので、はい、うん、オクターブキーのないところ、うん、とかをちょっと練習してみたり、あと F 堂々も、途中のところを少し練習してみたりとか、うん、そういう形で練習してみてください。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。